はいどうもピオキングです。今日はですねみんなでバトルやっていきますか。でね最近うるせえやつがいるんですよ。名前ピオキキッティってあのキッティかな、ねキッティちゃんかな、まあサンリオのキッティかな、まあ、踏みすぎ待って逃げないで、ちょっと待って、これは普通に行こう。あら、え今絶対行けたと思ったんだけどな。ねえクリボーにやられるとは思ってないよ。ちょっと待って、これ僕右から行きます。はいはい、これはもう負けたでしょう、きっと。これ取ってない僕の負けです。はい、猫の方が強いですね。マリ終わったや、これもうどうしようもねえや、これもうどうしようもねえや、助けてー。魔人ペテルギウスはやばいなあの顔まあ似てるか似てないかで言えば似てない。よし、それじゃあ次、魔人ペテルギウスはおとなしいな、キノピオ。キノピオ、魔人のくせにおと、魔人優しい魔人優しいな、連れてってくれるんだ、魔人。え、優しいな、このペテルギウス。よし、一緒に行こうじゃないか、キノピオ。そして、僕をゴールまで導いてくれ。魔人だなこっちに来てください。なんだこのキノピオ、本当にもう、信じた僕がバカでした。はい、キノピオ許しません。はい、ちょっと待って、これ上行く。オッケーオッケー、待って、魔人、ちょ魔人がマジで怖い、魔人が魔人。新ユーマリオ1の1始まりの草原、大体こういうコース名の人って、まあ、めっちゃいいコースなんですよ。言ってみれば普通なんですけどね。普通っていうかキノピコめちゃくちゃヒップドロップ激しかったぞ今。そんなに攻撃しないでくれ、彼氏でしょ、彼氏のこのキノピオにそんなことしないで。オッケー、よし、うわみんないい感じで並んでんな、ちょっと待ってくれ、みんな待ってくれ、うーオッケーみんなマジで並んでる、めっちゃいい勝負。ちょっと待って、ここら辺が差つくところ。よっしゃ、マリオ脱落。そしてここでキノピオが勝ったー。うわ、最初のキノコ欲しいね。待って、マリオどうにかして、欲しい欲しい欲しい、ほい、うわ取れなかった。待って、まあまあ取らない方がいいっていう可能性もあるね。オッケーオッケー、ちょっと待ってね、マリオなかなかいるね、きっちり落ち着いてってますよ。よし、それじゃあこの弟に勝てて、うわいやーもうほんとすかん、この3兄弟。あ、待って、羽出てきた、これ激アツじゃね、これ。待って、マジで激アツだと思うんですよね。これ飛んでいこうか、おい、よし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 、このまま行こう、このまま右にずっと行こう。オッケー、ナイスナイス、これめっちゃナイスだと思うんですよ。あ、うわこっちじゃねえのか、土管かなんかあるのかな、土管か扉かなんかあると思うんですよ。いやまだ大丈夫、まだワンチャンあるよ。よし、オッケー、じゃあこのままもう一回飛んでいきますね。よし、ピーチの頭に G 嫌だなあそんなピーチ。マリオ USA のままゴールか、このゴール条件忘れないようにしていきたいね。ナイスシャガジャン、来た来た来た、これが USA キノコ。よし、読めてた読めてた、うわ上もかよ、ちょっと待って、あぶね、ちょっとあぶね、こちょちょっと、あっちゃん、やめてってもうもうなんでピンク色なのこの子たちね、そんなん聞いてないじゃん。あぶねえ、お曲げルイージはやられました。これでゴール条件失いましたね。多分先であると思うんだけどな、このまま右行くか。あの扉めっちゃ気になりますけど、待って、ここビームだらけだな、ビームだらけ。何だったっけこの子の名前、ちょっと忘れてしまいましたけど、 M さんゴールしました、おめでとうございます。よし、それじゃあ次のコースやっていきますか。よっ、ちょっと、オッケー、みんなやられるでしょ、多分ここら辺みんなやられそう。あんま急ぐなよ、あんな急ぐなよキノピオ、あんま急ぐなよ、急いで急いでやられてもはい、何を言いたいかわからない私ですけれども、ここはちょっと待ってね、キノピオ落ち着いてらっしゃいますね。判断が遅い、だからやられるんだ、キノピコ。よっしゃ、オッケー、ここでやりしっていきますか。これ簡単なやつだ、ちょっと待って、これいつもやられるんだよな、ここ。ちょっと待って、ほい、よし、この周りを抜く、ちょっと待って、よっしゃ、オッケー、でこのまま右、はい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 、オッケーオッケーこのまま右行って勝てる、これは勝てるぞ。よし、オッケー、やったごめんよ兄ちゃん。最初にね、なんか靴があるんですけど、この靴ぜひ取っていきたいね。靴取っていけた、よっしゃ、オッケー、このまま右に行きましょうもうゴールあって、もうゴールあっていいよ、オッケー、ゴールじゃん。待って、このままゴール、待って、なんだこのコース、ありがたいけどなんだこのコースは、どうやってゴールしてんだそれなんだその靴のゴールの仕方はうわ、これ見たことある、これ僕見たことあります。右下上右ね、右下上右、右右、こっち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 、右下上右、右下こっちね、次上でしょ、次は上、こっちで、そして右の矢印の方に入ればいいって感じね。うわ、これ一番最初の人有利だな。次は次は上右上下、上右上下ね、一番上ね、上、いやここここ上、次右上右右、上下だ、上下で、こっち上、オッケー、2番手、次下でしょ、ここだ、オッ
右じゃった。背景の虹が綺麗だな、めっちゃ綺麗だな。もうこんな世界に住みたいよな、みんな。オッケー、1番じゃねえ、2番か。今度はこの透明度感に入っていくか。ちょっと待って、マリオ抜いて、マリオ抜いてこのまま右行くか。ちょっとマリオ、マリオちょっと待って、狙っただろう今。ちょっとさ、すぐ入ればよかったものを狙ったのかどうなんだ。これはすぐ右行こう。でもマリオそんなにね、害悪っぽくないんだよな。いいよ、ちょっと危ねえ。待って、キラピコ、キラピコ、キラピコ、よし、オッケー、やった害悪は俺だったいや、たまたまだって、もう狙ってたわけじゃないって、ほんとみんな信用した。危ねえ、このもうクリボー茶色いの。ここでファイヤー取っていきます。よし、オッケー。多分これで勝つでしょう、きっと。もうこれで勝って終わろね、これで勝って終わりましょうね。みんな待って終わりましょう。見て見て、みんなこの技かっこよくない、この技それじゃあね、最後のコースにしますか。あのね、レースって書いてるんですよ、レース。これ誰とレースするのかな。ちょっと英語はね、コラプシングクルもうないや、 3C まあ C が3つあるから 3C でいいや。あのバッファレンさんっていうカナダ人が作ったコースなんですけど、まあ、人気ランキングのコースって、このバッファレンさん、バフレンさんがめちゃくちゃいるんですよ。レースってどういうことか。なるほど、恐縮で、このちょっと待ってね、ほっジャンプ、もう分かった。まあレースって、まあ恐縮でね、多分このドクロコースだと一緒に行けみたいな感じでしょ。多分きっとそんな感じだと思うんですよ。オッケーオッケー、でジャンプ、で次は、で次右ね。レース的な感じっていうよりも、ちょっとね、これジャンプね、ちょっと待って待って、ほっ、よしこれで中間ポイントでしょ。よし、ナイス、中間ポイントで回転ジャンプ。いや、むずいなこのコースは。でジャンプ、よし、いける。で次は右上でしょ。じゃあ、オッケーオッケー、 でこっちで右、オッケー、楽しいやっぱこのドクロコースターと共にイケケ、 なんて言ってるんだろうね、僕。なんて言えばいいんだろう。ちょっと待って、ちょっと待って、危ねめっちゃ危なかったねなんて、スカルプルプラットフォーマーだったっけ。まあ正式名称はそんな感じだと思うんですよ。でこういうのめっちゃ楽しいよね。で次右、オッケー、多分これに乗ってジャンプ。いや、いいよいいよ、うまくない、なんか今日めっちゃなんか冴えてる、冴えてる感じで、ジャンプ、いやジャンプしてない、はぁー危ねめっちゃ危なかった今。これでクリアでしょ。さあ行こうじゃないか。ちょっと待ってくれ、これてっぺん取ろう。まあてっぺん取ります、僕。はい、この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。